先月女子ジュニア U12 の全国大会に出場した熊本のチーム、仲間を引っ張る小学6年生の大型ストライカーに密着しました。先月鹿島町でサッカーの練習に励んでいたのは全国大会を控えた女の子たち、小学生だけのクラブチーム鹿島セレシアです。選手の8割が鹿島町在住で、監督やコーチを務めているのは全員保護者なんです。へー、珍しいですよね。はい、セミプロレベルの選手だった人だったりとか、いまだに現役で社会人全国大会出る選手だったりとか、その方たちにまあ協力していただいて、いいところだったね。チームワークがいいところですかね、やっぱ親も子もすごく仲良くて、とても楽しいところがいいところかなと思います。去年夏の九州大会で4位に滑り込み、全国大会の出場権を手にしました。選手と保護者が一丸となって掴んだ全国への切符でした。親も含めてチームワークがいいんですね。一つになっています。見てみると背が高い子が多くないですか。そうなんです。実はセレシアには身長160センチを超える選手が4人いるんです。低学年の選手に混じるとその差は歴然。この恵まれた体格がセレシアの強みの一つです。ひときわ存在感があるのが162センチの徳永エミリさん。主にフォワードの選手で、そのシュートは速くて重く、超小学生級のキック力。おい、ナイスシュート。キック力エグいです。手が痛い。一番痛いです。徳永さんのどの辺がいいとありますか。全体が見えるようになってきたところですかね。得意なプレーとか、体を当ててボールを奪うことが得意です。どの辺が楽しかったの。点を決めて勝つところとか。チームの女子選手のほとんどが通っている鹿島西小学校。学校での徳永さんはごく普通の小学生。体育の授業も賑やかに楽しく過ごしています。楽しそう。これ委員会の仕事なので NG で。徳永さんってどんな人。はい、怒ったら怖いですけど普段は優しい。頭良くて運動ができるすげえ人ですね。面白くて友達思いで、行動がとても可愛いです。とても可愛い。とても可愛いです。納得いきませんね。人気者ですね。ですね。自宅に帰っても笑顔が絶えません。はい、あと1ページ。勉強しろ。お父さんのこと一番大好きですね。はい、あれ違ったっけ。頑張ってる姿見てどう思いますか。強くなったなって思う。パスも出してみんなにも走ってもらって、チームで勝ちに行くっていうところを考えてやってるなと思いますね。全国大会はどんな戦いをしたいですか。全力ですることを目標に頑張ろうと思います。先月12日全国大会を前に行われた県大会。1試合目、なかなかリズムに乗り切れない白のユニフォームセレシアは、ちぐはぐなパスワークやシュートミスを連発。それでも相手に得点を与えず2対0で勝利しました。体が重いね。このまま終わる？全然満足してないよ。もうどんどん勝負いっていけ。このコーチの言葉に奮起したのか、2試合目、気合の入ったプレーからゴールを決めたのは徳永さん。司令塔として積極的に声かけを行い、チームはなんと後半10分で6得点。残りの試合もこの勢いで勝ち進み、終わってみれば4戦すべて勝利で優勝。全国大会への大きな弾みとなりました。さすがですね。あのシュートはどう思いますか。いつも通りのシュートだと思います。いい流れで臨んだ全国大会だったんですが、ご覧のコンディション。
雨の中でピッチに水たまりができ、パスをつなごうにもボールがうまく転がりません。これは難しいでしょうね。互角の戦いが続く中、徳永さんがゴールを決めますが、なかなか点差を広げられないセレシア。厳しいマークで徳永さんもシュートを打たせてもらえない試合が続き、終わってみれば31チーム中21位。持ち味の攻撃を発揮できぬまま悔しい結果となりました。ただこの、ね、雨の悪いコンディションの中、よく頑張りましたよね。いい経験ですよね。はい、やっぱ一つのチャンスを決めきれるか決めきれないか、悔しいというこの経験ができたので、またこの借りは返したいと思います。下がりすぎてる部分があったと思う。勝てる試合に勝てなかったのが悔しいです。それでもこの悔しさは大きな目標を抱いているからこそ、なでしこジャパンに入りワールドカップに出る、その夢に向かって徳永さんの挑戦は続きます。力強いシュートを放つ徳永さん、いかがでした？やっぱり体格だけ、体格もね恵まれてますけども、やっぱり研究の強さっていうんですかね、ですよね。またキャラクターもいいですよね。そうですよね。そうですよね。また監督、コーチ、皆さん保護者の方ということで、ピッチ内のことはもちろんですけど、ピッチ外のこともきめ細かく指導できそうですので、本当にケアが十分行き渡りそうですよね。本当に生活面からの指導もおそらくこの選手たちにはためになっているんだと思います。コーチの皆さんにお話聞きますと、全国大会の試合は拮抗していて、上位に食い込んでもおかしくないような試合ばかりだったそうなんです。でもエースの徳永さんもですね、なかなかマークがきつくてシュートを簡単に打てなかったということなんですが、これも注目の表れだと思います。この後の成長にも楽しみにしたいと思います。頑張ってください。